はい、これ以前に一回ちょっとね、軽く紹介したことあるんですけれども、このイルフォードの XP2 っていうフィルム、これ白黒フィルムなんですが、現像方法がカラーネガフィルムと全く同じようにできますね。なので、基本街の写真屋さんとかでも現像できます。ただ、建前上はできるんですが、やっぱりね、よくわからないとか言って断られることも稀にありますね。それから、あとね、現像は普通にできても、ちょっとプリントするのがね、白黒フィルムだとやっぱりちょっとうまくプリントできない場合があるので、そういう兼ね合いで断っている場合もあるのかもしれないですけどね。で、前、この外箱は簡単にご紹介したことはあったんですけど、今日ちょっとですね、これを現像に持ってきたお客様がいましたんで、フィルムの中身っていうのをちょっとお見せしたいと思いますね。中身だってもちろんフィルムをビート出すわけじゃなくて、パトローネだけこういう感じなんですよ。で、プロセス C41 ってあって、C41 っていうのはカラーネガフィルムの現像方式ですね。で、イルフォードっていうメーカーのフィルムですね。で、形はもう別に普通のフィルムなので、特に面白いことはないんですが、ちょっとこれベロ出してみますね。これで、出るかな。これで、はい、こういう感じですね。で、やっぱりね、現像方式はカラーネガと同じなんですけど、このフィルムの色がね、やっぱりいかにも白黒っていう感じなんですよね。カラーのフィルムはこういう感じですね。こっちはあまりわかんないですけど、この乳剤側の色がね、随分違うんですね。こっちはカラーです。こちらイルフォードの XP2 白黒ですね。なので、もうちょっと明らかに白黒ですよね。はい、で、ちなみにですね、現像すると、フィルムの色ってこんな感じになりますね。こちらは普通のネガカラーフィルムで、こちらがイルフォードの XP2 白黒のフィルムですね。ちょっとこんな感じ。ちょっとあんまりやると絵柄が見えてしまうので、この辺しかお見せできませんけど、もう明らかに白黒フィルムっていう感じですよね。このフィルム自体の厚さも、カラーの方は BGR それぞれ3層構造なのに対して、 XP2 はおそらく1層しかないので、やっぱりね、このフィルム自体の厚さっていうのはこっちの方はやっぱり薄いですね。はい、こういう感じになります。